まずですね、政府方針とおっしゃるんですけど、これはいつ誰が決めたんですか、政府の。例えば今内閣官房なのか、あるいは内閣府なのか、あるいは内閣官房のトップにいる内閣総理大臣なのか。総理大臣だったらどの総理大臣の時にいつ誰がこの方針を決めたのかお答えください。まあ、はっきり言います。やっぱりこれで日本が上陸したり調査をしたり強硬手段に出ると中国が怒って外交上トラブルになるから、それだけは避けたいということなかれ主義だけなんです。尖閣に日本の施政権を明確に確固たる拠点を形成しなければ日本の実効支配は証明できないんですね。こういう状況だから中国が領有権を持ってるんだと言って、領土問題化されて海洋進出を許すことになっているんじゃないですか。あそこに、ね、日本の施政権実効支配を示すということが今一番大切だと思いますが、大臣の見解を伺います。松沢茂文君。はい、日本維新の会の松沢茂文でございます。私はこの委員会で、尖閣問題を何度も取り上げてきました。で、私はですね、尖閣諸島に施政権の拠点を確保しなければ実効支配を確立しているとは言えないと。で、こういう状況だから中国の海洋進出をこの許しているんだ、こう訴えてきました。で、これに対してですね、どんな角度から聞いても上川大臣の答弁は見事に統一されてます。これしか言いません。尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持管理という目的に照らし、政府において適切に対応していく。何を聞いてもこれしか言わないんですね。で、私は政府において全く適切に対応されていないから質問を続けているわけなんですね。今日は具体的にちょっと聞いていきます。で、ちょっと政府委員の方調整していただいて来ていただいたんですが、ちょっと時間がないので1話の抜かします。2の上陸許可について伺います。政府はですね、日本の国有地である尖閣諸島に日本人の上陸を認めておりません。その理由はなぜなんでしょうか。で、今後もこれ例えば政府の職員、あるいは自治体の職員、地元だと石垣市ですよね、それから国会議員、あるいは地元の地方議員の上陸もこれからもずっと認めないと、この方針なんですね。内閣官房、清水内閣参事官。お答え申し上げます。尖閣諸島は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配しているところでございます。政府としては尖閣諸島および周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を取っております。その上で今申し上げた方針の例外として上陸を認めるか否かにつきましては、個々のケースに応じてその必要性や尖閣諸島をめぐる状況等を総合的に勘案して判断することになる、なるものでございます。松沢君。ちょっと聞き取れなかったんですけど、原則として政府関係者を除きと言いましたよね。じゃあ政府関係者はその時の事情によっては認めるということなんですか。清水参事官。お答え申し上げます。政府の方針では原則として政府関係者を除きでございますので、政府関係者はこの尖閣諸島への上陸を認めないという方針の対象とはなってございません。松沢君。はい、まずですね、政府方針とおっしゃるんですけど、これはいつ誰が決めたんですか、政府の。例えば今内閣官房なのか、あるいは内閣府なのか、あるいは内閣官房のトップにいる内閣総理大臣なのか。総理大臣だったらどの総理大臣の時にいつ誰がこの方針を決めたのかお答えください。清水参事官。お答え申し上げます。政府方針でございますけれども、もとより尖閣諸島は私有地でございまして、それを政府が侵略をするというタイミングが政府が侵略をして、その後日本政府が所有したという経緯がございます。政府としましては侵略をするタイミングにおきまして、何人も政府関係者を除き尖閣諸島への上陸を認めないという方針を決めたところでございます。
松沢君。だから賃借したときに決めたって言ったら、じゃあ賃借したときの決定権者は誰ですか。その時の内閣総理大臣が決めたんでしょ、政府方針だったら。誰ですか。清水参事官。すみません、ちょっとすみません、ちょっと今手元に資料がないので。政府方針ですけど、誰が決めたのかも分かんないんだ。申し訳ございません。あ、はい、いいです。松沢君、はい、あのじゃあこれ調べて教えてください。で、今私有地だったのを、まあ、国が、ね、あの買って国有化したわけですよね。で、それでそれをよく理由に挙げるんですけれども、所有権が民間人から国に移ったんです。で、所有権というのは自ら処分できる 権利ですから、前の人がね、いや、あんまりこれ使ってほしくないな、上陸してほしくないなって言われても、国が買ったならば、国は国の権限で何してもいいんです、うん、契約上ね、こういうあの使用の仕方はしませんという契約があるなら別ですよ。売買契約にはそれないですからね。だからそれ、前の所有者があんまり好ましくないと言ってるから、政府はやらないんだっていうのは理由にならないんですね。それ、よく自覚していただきたいと思います。はい、じゃあ次に、今、政府職員は、まあ、お例外としてということを言いました。で、先日ですね、石垣市の皆さんが調査船で、まあ、魚釣り島をはじめ、尖閣を視察しています。その目的は環境調査です。で、その結果ですね、もうヤギの繁殖、植生の減少、土壌崩壊に加えて、海洋ごみの集積など、もう環境破壊が進行していることが明らかになった。これ、上陸はしてませんけども、ドローンを飛ばして、かなり赤外線カメラなんかも使って、正確に、ね、状況を把握していますからね。じゃあ、なぜ政府は、ね、環境省は来てますかね。環境省は国有地の尖閣の環境調査しないんですか。国有地がこんなに荒れちゃってるんですよ。ね、これは今までの石垣市の調査で分かってきてるんです。もう3回目ですから、来年も4回目やる。環境省が国有地だったら、ちゃんと現地に入って調査して、ね、植生はどうなのか、絶滅危惧種がどうなってんのか、ヤギの繁殖がどうなってんのか、そうしないとあれ、荒れ放題の島になっちゃいますよ。さあ、どうですか、環境省、なぜ国有地の調査実施しないんですか。あるいはなぜ地方自治体にこの国有地の上陸しての調査を認めないんでしょうか。環境省、白石自然環境局長。お答え申し上げます。環境省では、尖閣諸島におけます自然環境の把握を目的として衛星画像を用いた調査を実施しております。この衛星画像をもとに2021年には全国調査の一環として、尖閣諸島の植生図も更新したところでございます。まあ、こうした調査によりまして、尖閣諸島の自然環境の状況につきましては、必要な情報は一定程度収集できており、植生図においては2015年と2021年との間で大きな変化は確認されておりません。まあ、このため、現時点で上陸調査を行う予定はございませんけれども、引き続き関係者との間で情報交換に努めてまいりたいというふうに考えてございます。それから自治体による環境調査のための上陸につきましては、先ほど内閣官房の方からご答弁ございましたとおり、政府方針を踏まえた上での対応だということでございます。松沢君。まあ、衛星画像で見てます。ね、国有地の島なんだ、荒れ放題なのが分かってたら、なぜ上陸して、ね、ヤギの生態はどうなのか、植生がどれだけ荒らされてるのか、それから結構、絶滅危惧種もいるんですよね。その実態は、上陸して、ね、皆さんが調査しなきゃわからないじゃないですか、それ、環境省の仕事でしょう、ね、だから環境省、行ってください、調査に。で、内閣府、ね、これ、政府の機関ですからね、許可しますね、はい、じゃあ内閣府に来ます、どうですか、環境省が行くというのであれば。清水参事官。行くというのであれば。あ、すみません、内閣官房でございます。上陸につきましては、先ほどの答弁の繰り返しでございますけれども、今申し上げた、先ほど申し上げた方針の例外として、上陸を認めるか否かにつきましては、個々のケースに
応じて、その必要性、尖閣諸島をめぐる状況と総合的に勘案して判断することとなってございます。松沢君。外務大臣ね、ここからが大事なんですけれども、この日本の外交防衛上、まあ、地政学的にも戦略的に見ても、ものすごく重要な離島である尖閣諸島ですよね。で、ここに、この前大臣は歴史的にずっと日本の領土で来ましたと、ね、これ説明しましたけど、現在、日本の国の見える施政権、これが全くないんですよ。上陸もできない、環境調査も、ね、上陸してできない、ね、あるいは行政上必要だと思われる通信基地とか、ね、あそこ携帯電話つながりませんからね、携帯の通信基地作ったら、漁民になってものすごく便利になるんですよ。あるいは嵐が来たときに船が、ね、こう避難できる船だまり、あるいは灯台、これね、それぞれあそこにあったら、ものすごく国の行政としても、ね、気象台だってそうですよ。これはいい情報が集められると思いますね。それが全くないんですよ。さあ、これなぜかにと聞いてもね、外務省は絶対答えませんが、まあ、はっきり言います。やっぱりこれで日本が上陸したり調査をしたり強硬手段に出ると、中国が怒って外交上トラブルになるから、それだけは避けたいという事なかれ主義だけなんです。今の日本はね。さあ、大臣。この現状では、日本の施政権が目に見える形で存在しないのであるんですけれども、まあ、実効支配をしているといっても、これじゃ説得力が全くありません。尖閣に日本の施政権を明確に確固たる、ね、拠点を形成しなければ、日本の実効支配は証明できないんですね。こういう状況だから、中国が、ね、中国が領有権を持ってるんだと言って、まあ、領土問題化されて、海洋進出を許すことになっているんじゃないですか。あそこに、ね、日本の施政権、実効支配を示すということが、今一番大切だと思いますが、大臣の見解を伺います。上川外務大臣。尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も、失礼いたしました、疑いのないところでございまして、現に有効に支配をしているところであります。支配してないよ。ちょっと、従いまして、尖閣諸島をめぐりまして、解決すべき領有権の問題はそもそも存在をいたしません。我が国が尖閣諸島を有効に支配している例ということでございますが、前回の委員会におきまして、詳細に述べさせていただきました。例えば、海保庁や水産庁による警備、取締りの実施、また土地所有者によります固定資産税の納付、また国有地としての管理、こういった点が我が国が同諸島を有効に支配していたことを示す例でございまして、現に我が国が尖閣諸島を有効に支配しているということにつきましては、疑いないというふうに考えております。その上ででありますが、1970年代以降におきまして、中国側が尖閣諸島の領有権に関します独自の主張を行っているということを踏まえまして、これまで政府としては国際会議等の場や、また在外公館におきまして、尖閣諸島に関する事実、また我が国の立場について発信をしてまいりました。外務本省や在外公館のウェブサイトによりましても、情報発信に努めてきたところであります。その上で申し上げるところでありますが、引き続き、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意のもとにおきまして、冷静かつ毅然と対応していくとともに、国際社会におきまして、我が国の立場が正確に理解されるよう、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んでまいりたいと考えております。松田君。まあ、大臣ね、全く尖閣諸島を実効支配できていないから、中国はあの島は我が国のものだと言って、領海には中国の海警船がほぼ毎日侵入してるんですよ。この前ね、調査船が行きましたね。で、尖閣に近づいていったら、もう中国の海警船がわっと寄ってきて、ここは中国の領土だ、出ていけ、もうずっとそれを無線でアナウンスしてるんですよ。で、その間にようやく海保の巡視船が入ってきて、ね、
これ以上海警船が近づかないように守ってくれたんですよ、ね、それでドローン調査もやりました1回。でも翌日はもうこれ以上だと接触でも起きたら大変なことになるということで、海保の皆さんも本当大変ですよね。諦めざるを得なかった。でこれで実効支配してるって言えるんですか。だから実効支配をしてるというのは、我が国の行政権がこういう施設があってこういうふうに行われてると、固定資産税なんか見えないですから、中国関係ないですよ、日本の税がどうなってるかなんて。歴史なんか関係ないんですから、あの国は。あそこに石油が埋蔵されてるとなったら、急に俺たちの島だって言い始めて入ってきてるわけですから、それに対抗する外交力、防衛力、これが国にないと、私は中国は南シナ海のようになっていくと思いますよ。今、金門島でも、台湾の海巡局ですか、の船と中国の海警の船が睨み合っています、ね、大臣、本当にね、ここは真剣に考えないとダメです。それで大臣に視察に行ってくれと言っても、私はね、上陸できなくても、上空からの視察でもいいと思うんですよ。ね、行ってくれと言っても、まあ、はい、行きますとはならないと思いますので、まあ、改めてですね、委員長に、先日視察に行った国会議員の、まあ、稲田さん、和田さんの話を、我々もよく聞いて、その状況をまず理解すべきだということで、参考人招致と、それから、そうした情報を集めた上で、当委員会での現地視察の実施、これをぜひともこの委員会でやっていただきたいと思いますので、ご協議をよろしくお願いします。後刻理事会で協議いたします。はい、松沢君。はい、もうちょっと時間がなくなってしまいましたが、またもう一つの JTI のロシア事業なんですけれども、まあ、資料を見ていただくと、まあ、実は外務省がですね、JTI、まあ、もちろんロシアのウクライナ侵攻前ですけれども、まあ、JTI はロシアで素晴らしい経済貢献してくれて、ね、これだけの納税もして、これだけの雇用もして、それでロシアの地域経済の発展に貢献してきた、本当にありがたいことですと、これ、茂木外務大臣の時かな、もう絶賛をしてるんですね。外務大臣、今も外務省、JTI に対して、こういう姿勢なんでしょうか、お聞かせください。それから JTI からですね、ごめんなさい、まあいいや、それでいきましょう。どうぞ。上川外務大臣。今、絶賛をしているという時系列のお話がございましたけれども、今まさに現下の状況の中におきまして、JT グループ全体がロシア事業につきまして、すでに新規の投資やマーケティング活動等を停止しているものと承知をしているところであります。まあ、そういう中でございます。大変今、この厳しい状況を踏まえまして、それぞれの判断の中で今、ご検討しているというふうに承知をしております。松沢君、先日聞けなかったんですけれども、このロシアへの経済制裁とウクライナ支援の戦略としてですね、G7 や EU ではロシアの中央銀行が海外の中央銀行に持つ凍結された外貨準備金の利息を使って、ウクライナ支援に回そうという協議をしています。で、実は日本もですね、金融制裁によって、この凍結したロシアの準備金ですね、これ、日銀だけで9兆円あるんですよね。で、実は6月の G7 会合で、この各国が制裁で凍結した資産をウクライナ支援に活用するという案が協議された、その方向が出ます。日本もこの方針に従うんですか。上川大臣。このロシア の凍結資産でございますが、その活用につきましては、本年2月24日の G7 首脳声明を含みます、一連の G7 の関連声明にもあるとおり、6月の G7 プリアサミットに向けまして、引き続き関係国でよく議論をしていくことになっているところであります。今後の対応につきまして、予断することにつきましては、差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、今後とも G7 をはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。松田君。まあ、日本はこの G7 でその方向が私は確実に出ると思います、今までの議論を見てても。まあ、それに日本だけはやりませんと言えませんよね。ね、だから日本も日銀が持っているロシアの外貨準備金、これの利子なんかを、ね、
しっかり使ってウクライナ支援に当てるという方向になると思います。そうすると、これ、ロシアは強烈な対抗手段に出ますよ。そうなったときに、私は心配しているのは、JT のように日本政府とつながって、ね、いる会社、これね、一挙に国有化までされちゃう可能性も僕は、私はゼロじゃないと。時間が過ぎておりますので、おまとめください。だからそういう状況に置かれてても、JT を指導して、ロシア事業をどうにかしなきゃいけないということはやらないんでしょうか。最後、一言お願いします。上川大臣、時間過ぎております。簡潔にお願いします。ロシアの凍結資産の活用につきましては、引き続き関係国とよく議論をしていくこととなっておりまして、今後の対応につきまして、予断を持ってお答えすることができない状況でございます。ロシアの凍結資産の活用を前提としたご質問ということでございますので、困難であるということをご理解いただきたいというふうに思っております。はい、終わります。